桜田ひよりさん、ありがとうございました。では今日も元気にちいかわ占いです。今日最も良い運勢なのは天秤座のあなたです。鋭いアンテナで役立つ情報をゲット。インテリアや DIY の会話をしましょう。ラッキーパーソンはエコ意識が高い人です。5位の双子座の人は豪快な動きで作業を消化。ちまちま計算せず大胆に行きましょう。6位の牡牛座の人は完璧を求めない方が良さそう。省エネモードで過ごしてください。続いて9位の乙女座の人は曖昧な返事で仲間が混乱。責任を持った行動が鍵になりそうです。そして今日最も悪い運勢の人はごめんなさい魚座のあなたです。失言をカバーしようとしてまた失言。口車には乗らず冷静を保ってください。でも大丈夫。そんな魚座の月を回復させるラッキーメニューはホタテのバター焼きです。